はい、どうも、りょうへいです。お願いします。東野です。お願いします。ね、今日もね、難問撮りの最終週。ちょっとね、私のね、仕事の関係でなかなか撮れないので、ちょっと今日は大量に撮らせていただいております。いや、全国の東野ファンの皆さんね。みんな元気僕もね、ちょっと最近仕事忙しくて、モンタナさん来れてなかったり、映画も全然来れてなかったみたいなんで、はい、僕らといえばグローブなので、その間に新しく入ってたグローブの方を、一人一個ずつ、はい、お店にあるやつをそうそうそう、気になったの、はいはいはい、えみたいな。いや僕も実際久々にグローブ見るのもありますし、さっきあの紹介したグローブはもうほんとこの辺に置いてあったやつなんで、うん、棚をまだ全然見てないんですよ。なのでちょっと僕も久々にちょっと見ながら選ぼうかなと思っておりますので、はいはいはい、ちょっと紹介したいなと思います。じゃあそれではやっていきます。じゃあね、僕気になったのは王道だけどね、これさ限定じゃないですか。なのかな。ラベルは田中将大投手のみとなってる。ランバードのあのシリコンのやつで、中がブルーラメみたいになってる。それめっちゃかっこよくない？なんかマーク名前あったよねこれ確か。ちょっとテロップ入れとくんで、うん、これメジャー時代の田中投手って、はい、サイズ13だった気がするんですよ。そう言われればなんかね大きいイメージ、うん、これモデルはサイズ11、モデルだから11になってるかもしれないですけど、はい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 、そこの違いもあってこの田中投手の縦横になってる閉じ方ですね。ああ閉じのこのヒンジ閉じ MT 閉じかなかなっていう、そう特殊な閉じにこのバックスタイルのこれがかっこいいんですよね、うん、これ多分水野でモデルで出てるのって田中投手と石川投手かな。石川投手もこれなんですか。確かこれだった気がします。あそうなんだ、うん、そこは俺も知らなかった。水野さんの面白いところって、はい、選手のモデルによってここの位置が違ってたりとかっていうその名前がついて、あの例えば前田投手の MKO 感、まあ、あれ今松坂投手だとかいろんな投手やってはいるけど元は、はい、まあ、その選手の名前が入ったスタイルが出たりとか言ったらこのバックスタイルも当時もそうですよね。確か MTK の名前が入ってたのでそういうの面白いなっていう感じがしますね。でなんかシンプルっすよね、はい、そのグローブ、うん、多分定番品で黒だからっていうのもあると思うんですけど、うん、これ一回僕ベースマンで紹介してるのかな。大宮のベースマンのやつ。これは軟式用のセレクト9ですよ。あのセレクト9ってことは皆さん察しの言い方は分かると思うんですけどコスパがよろしいよ。そうなんですよ。お値段の方があらよっと16,500円とかなりね。昔だとなんだっけ、ウィズノさんプロシリーズでしたっけ、プロモデルと同じ部類に入るのかなっていうのがあるのでお買い求めしやすいっていうのと、中学生とかまあもちろん僕らもですけどプロモデルに憧れんじゃない。オーダーとかそうだから、この選手のモデルにしたいなってね、あるからね。僕らの時なんかはよく出てたのが松坂投手モデル、ナイトのシグネチャーモデルみたいなやつですね。そうそうそうっていう感じで今ウィズノでこういうのが買えるので、その中でここにも他にもありますけど、おっと思った。いいグローブって金額だけじゃないですからね。見た目だったりとか形とかも本当それぞれだから、そうそうそう、僕は正直これめっちゃいいグラムだなと思います、うん、16,500円で買えるとはいえね。しかもやっぱりほらさっき言った通りここの閉じ方が強くなってるから柔らかくなりづらいっていうのかな。ピッチャーやってても、まあ、縦でも横でもしっかりと握れる、土手が潰れないっていう点では、まあ、それはそれで長く買えるのかなといったようなのもあるので、僕はこれすごい気になった。ウェブ不思議ですよ。そう確かに他のウェブとはちょっと違うつなぎ方をしてるので、うん、そこもね面白いところで、まあ、田中投手のこだわりが詰まってるなと。こだわりにこだわってますね、うん、僕気になったグローブはこちらの水野の田中投手モデルとなります。じゃあ続いてエガちゃんお願いします。はい、ヨルさんがこっち紹介したのもまあある意味ちょっとこう変わったメーカーがあったりとかちょっと面白いグローブあるんですけど、僕はちょっとこっちから選びたいなと公式思うわけですよ。僕と言ったらてっぺん、ね、ということで多分そういう印象結構視聴者の方もしかしたらあるかもしれないです。だいぶ前だけどね、結構前にてっぺんのグローブ僕紹介してるんですけど、うん、まあ、やっぱ僕もそこのね愛は変わらない。久々にねこの方を見つけたわけですよ。てっぺんの MI 型、はい、あのマサヤ絵頭じゃないですよ。この MI 型ですね、結構てっぺんの中でも、まあ、ある意味変わってるグラブ分類に入るんですけど、商品なので指を出さないようにしますけど、この皮がですねグラブをこう閉じる動作をするときに皮が一体になってるので、一箇所でもこうひねろうとするとこういう閉じ方になるんですよ。連動してる閉じる、当て取りで使うグラブではなくて本当につかみ取り、つかみだったりひねりだったりハサミだったり、う、ね、もうどっちかというともうひねり取りが正しいかもしれない。もうこうやってこう掴む感じのグラブ、ちょっと面白いグラブなんですよこれ、うん、てっぺんさんだと ATM2 型とか RM6 型ってまあ割とこう王道な形が結構まあやっぱ今でも人気らしいんですけど、僕的にはこれも全然いいと思うんですよ。コンパクトめなのでサードとかの方だとちょっと小さく感じるかもしれないです。まあ、だったらショートセカンド、そうですね。でしかもひねりとか深いポケット使うんだったらショートが一番いい、うん、よりてっぺんってさっきもちょっとある意味特徴しかないグラブ結構多いんですけど、うん、特にその中でも癖強いのこれなんですよ。てっぺんの皮の匂いがすごいこれ充満するんですよグローブ全部皮匂いはいいけどね、これねてっぺんの皮の匂いめっちゃいいんですよ。
ここで匂いしないごめんね、この俺はもう今日グローブの匂いを嗅ぎすぎて麻痺してるでもねすごいんですよ。でそのくらい本当にねてっぺんの皮ってめちゃめちゃ良くて、いろんなグラブメーカーの皮がある中でも僕はてっぺんレザーが多分一番好き、うん、本当そのぐらい、まあね、いいグローブはいい皮の匂いがするっていうか、うん、そう本当そのぐらいです。これ定番品で今多分モンタナさんにあって、多分これもね型見るとね僕もこれで分かっちゃった、多分これ MI です。ほらここに MI って入ってるんですけど、これでラベル違いです。こっちがあの黒ベースに赤縁の黒文字、こっちは黒土台に金縁の赤文字。僕はあの見た目こっちの方が好きなんですけど、それはある意味好みにはなると思うので、はめてもらってこっちがいいなとか、まあ、こっちの方がいいなとかって多分それはあると思います。ただ僕的には MIE って形は本当誰でも合いやすい型にはなってると思うので、もしよかったらちょっとねぜひ使っていただきたいなっていう形になっておりますので、はい、こちらモンタナさんに現在ございますので、まあ2個あるってことだ、よければちょっと使ってみてください。てっぺんさんのインスタとかでこうよく見てるんですけど、ラベルが増えたりとかしてます。来年からブロンド、あのこういうキャメル系の色も定番化するみたいなので、まあ来年のオーダーでちょっとまた楽しみになってるなと僕個人的にも思ってたりとかもしますので、だからってこれがなくなるわけじゃないので、もしご興味がある方は使ってみていただければと思いますので、橋で大井チャンネル with ゴリスポとコラボした去年でしたかね、グラブの形も MIE だったんで、誰でもやっぱり万能に使えるグラブ、ぜひそちらご注目いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で今、はい、グローブ紹介してきたんですけど、はい、グローブでって、まあ、僕らグローブとか言っときながら、はい、ちょっと別のことで気になったものがあったんですよ。え、グラブ以外で？そう、ちょっといい？しょうがねえ、へぇしょうがねえな。あこれか MM18。 これモンタナさんのインスタで見たわ。そう、それでこれ気になったの今レガシーに対抗できるマットと言われている MM18 の限定カラーなのかな、ちょっと僕もよく詳しくはないですけども、うん、クリスマスカラーですよ。これね、いいよ、おしゃれだし商品だし、うんうん、限定品なので、ね、がっつり振ったりとかはできないんですけども、ちょっとこうやってやるだけでグリップが細くて振り抜きやすそうだなっていう。確かに細いかも。ウレタンもね、肉厚設計って書いてはあるけれども、めっちゃ硬いんで肉厚を感じないぐらい硬い。ロースぐらいのチャーシューの硬さとかかな。おお、よく分かってるじゃん。おお、ですよね。バラは柔らかすぎるから、おお、まあ、っていうようなバットで多分限定品かな。なんか SSK さんとんでもないことしましたね。白、真っ白、汚れね今ね、バットクリーナーとかもあるから、はいはいはい、汚れて落とせるからね。いろんなメーカーさんがやっぱいろんな試みをしてるなって最近感じますね、うん、これお値段が49,500円税込みで。あれか、ビヨンドとそんなにレガシーでしょ。レガシーって変わんないんだ。ちなみに今両平さん持ってるこれサイズ何センチですか。これがね、83の710。あ、本当だ、これね、84の730です。2つあるんだ。 あ、ちょっと1センチが確かに違う。ちょっと下が短いかなっていうのがあったりで、これの白もあるし赤もある、なんでまあそれぞれのサイズに1色ずつある。で合計4本今モンタナさんにはあるので、はい、さっきも言った通り本当に多分限定品だと思うので、まあ普通の MM18 もね、それこそ定番品で出てはいるので。これあれだね、よく限定品で早めに来てくださいねって言うじゃないですか。これ本当に早くした方がいいです。でも本当に限定品だとしたら本当に早く来ないとなっちゃうかなっていういやでもね、本当かっこいいです。これかっこいいし、うん、性能的にも、まあ、ちょうどいい重さなのかな。83の710だったら多分ちょうど平均ぐらい、まあ、これも平均ぐらいですよね。84にしては730で、なおかつ、まあ、グリップが細くて振り抜きやすい、まあ、中距離、うん、長距離のバッターでも全然向きなのかな。で逆に両平さんこっちでしょ、短いから、ね、僕こっちだと思うんで、弾きもいいのでそれこそ間を抜いていく打球なんかも全然打てるのかなっていう。本当にウレタン部分が硬いから、でも肉厚だから長距離も打てるし、短距離もバチンと叩いた打球も打てる、多分なってると思うので。僕はちょっとバットのことはね、バットに関してはまだまだなので勉強しなきゃいけないところなので、単純にそう使いやすそうだなっていうところは分かり、クリスマスカラーだからっていうので気になっちゃったっていうのがあるので。赤白だからお祝いごとに向いてね、こうやってね、まあおしゃれなバット、しかも性能も素晴らしいおしゃれなバットも出てるので、僕はちょっと気になっちゃったので追加で紹介させていただきました、ね、はい、ということでね、今紹介した商品すべて今のところは現段階だとモンタナさんあるので、なくなってしまう前に皆さん、気になった場合はぜひ来て購入してみてはいかがでしょうか。もちろんダッシュで来てもいいですよ。もちろんネットショッピングでそうだ、あ、そっかそっか、はい、オンラインショップもあるので、はい、そちらも随時、まあ、インスタなどもチェックしてもらって、新商品などチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。